体力もいるしね、こういうとこなんか大変ですよ。開いた、手を打った、動いた。まあなかなかね、思い通りにはいきません。まあそういうところをね、うまくスラスラと行けれればいいんですがね。いやすごい景色ですねこれ。やれやれ、ここでしか見えない景色ですけど、やれやれというかね、本にね、足が上がるようになると引っかかりが多くなるからね、疲れてきたんだろうね。なんかこの真夏でこの暑いのこともあるし、なかなかね、相当な基礎体力がないと。なかなかね、難しいですよ。最難関が待っておりますので、さてあそこどうやって降りるかね、うまいこと降りれるかね。まあ、先日来た、この前、前回来た時に降りれたんで、なんとか降りれるんじゃないかなと思うけど。いい声してるよ。うわすごい景色だ。こうしてね、人がいないと掛け声がかけれるからね、掛け声かけるとちょっとねストレスが発散されるというかね、なか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 ね、これからがね最難関のところが待っておりますね。あそこをどうやって無事に降りるかね、それが心配です。このちょっともうすぐです、もうすぐですよ。最難関の難関突破しないといけないよって、難関を突破したいです。よっ、
この下らしいね。最南端のところ。この下が2箇所あるからね。ここにロープがなきゃ降りれないようなところがあるんですよ。まあこれぐらいがね、これぐらいがなんとかなりますけどね、これぐらいがなんとかなるんですけど、どっち。この先だな、まだまだもうちょっとこれ降りる、この山降りるとき、うわすごいね。これが大山かねって。
よいしょ、またつまずいた、つまずいた、つまずいた、つまずいたぜ、つまずいたぜ。それどうだこのパロラマ、すごいでしょう。このパノラマはすごい。それあそこを通ってくる、あそこ、あの辺りのね、あんなところに登山道があるんだね。あの三角の印、いやーすごいねこれ、山だね山だね。さあ これから降りるのが大変だよ、気をつけて降りな、ここの降りるのさえ、ここのきっちり降りれればね、あとは楽ですから。このここに 2,3 箇所、2箇所ほどね、ものすごいきついところがある。よいしょ、まあこれぐらいはね、これぐらいは序の口なんだけど、こんなんじゃないんだよ、もっとすごい非常にね厳しいところがありますんで、ね、まあ前来た時にはねカメラ持って降りれたんで大丈夫だと思うけどね。もしかしてここここか、ん、ここか、ここじゃ違うか、こんなんじゃ、こんななだらかなとこじゃないや。まだまだ急なところやけどね。これは